あなたの心に火をともす東洋思想及び神道研究家の羽賀光です今回は狛犬の神秘についてお話をさせていただきます神社参拝すると門の前にいらっしゃる狛犬おそらくこの動画をご覧のあなたは普段神社参拝するときに何気なく素通りされているとは思うんですが実はこの狛犬ってむちゃくちゃ歴史が古い そしてそこにはいろんな秘密が隠されてるんじゃないのかというお話でございますむちゃくちゃ歴史が古いと言いましたが狛犬のルーツこれは一体どこにあるかと言いますと海外の影響ではないかという説が濃厚でございますなんと起源は古代のエジプト紀元前約3000年ということになってますなんと今から5000年ほど前ですで 元々はコマ犬ではなくて、コマ獅子といった方が近いのでしょう。つまりは、元々ライオンであったということですね。ライオンってどういう象徴かといいますと、古代エジプトにおいては、神様の守るための生き物であったと。神様の使いであったということでございます。 で、このライオンを形取った建造物というのがありまして、それは皆様間違いなくご存知なんですね。さあ、何でしょうか。このライオンを形取った建造物、わかりますね。スフィンクスでございます。で、スフィンクスってのはライオンなんですが、いわば神様を守ってる、そういう象徴でございます。で、古代エジプトから、 だんだんと東へ、東へという風うにしてやってきて、中国にまでやってきた。で、当時の中国、ライオンいたのか、あんまりいなかったそうです。当然日本にライオンいません。で、一回こう中国に伝わってきたわけなんですけども、中国人にとってみても、ライオンっていうのは、西の方にいる伝説の生き物といったような象徴です。ただ、 中国人、その伝説の生き物を形作った置物だとかを作るようになっていって、それが日本に伝わってきた。どうも奈良時代ぐらいのことのようです。で、日本において駒犬と呼ばれるようになった。当時日本人、ライオン見たことあるのかライオン見たことありません。だから、どうも形が犬に似てるよというところから駒犬になったという流れなんでしょう。で、 今でこそ日本人ライオンと言いますと獅子と言いますとイメージつくんでしょうけども当時の人たちは写真もない画像もない映像もないだからこんな生き物どうもおるらしいでってでどうもこんな生き物って神様の使いでそういった神様を守るそういう存在らしいでということで神社の前に狛犬が祀られるようになったという流れと言えるでしょう、まあ、世界的に見てもこのライオンっていうのは 特別な生き物であると言ったように言われていたようで、例えばね、ブッダの四粛っていう言葉があるんですね。で、これどういう意味かって言ったら、お釈迦様、ブッダは、まるでライオンが吠えるように、悪いやつであったりだとか、もしくは反論されたりとかしても、物おじすることなく、正々堂々と吠え続けた。お釈迦様が説法をするのはまるでライオンが 奉公するかのごとくであったという話があったりします。まあ、お釈迦様とライオンが例えられた、獅子が例えられたということなんですが、そういった古代のエジプトであったり、インドにいたとされておりますライオンが日本に伝わってきて、伝説の生き物となって、駒獅子になった。でも獅子がよくわからんというところから駒犬になって、え、主に鎌倉もしくは江戸時代から全国の神社で、 お寺において、狛犬が祀られるようになったということでございます。で、狛犬のね、ポイントなんですけどもね、一体何がすごいのかということなんですが、これね、元々の狛犬、あー、うんという風にして、口を開けてる狛犬と口を閉じてる狛犬がいらっしゃるわけなんですね。で、このあー、うんとは一体何かと言いますと、これがね、まあ、サンスクリット語におけまする、要は、 宇宙の始まりと終わりを示す言葉だということなんですね。で、日本ではあうんと言われるんですが、ただね、このあうんっていうのはサンスクリットの言葉の起源で言いますと、あうんではなくて、あーん、あーんだったと思います。で、あーんって何かと言いますと、これは、 宇宙のの始まりのめでたきとこれ日本語的に言いますとオウムなんじゃないのかとでオウムっていうとちょっと印象悪いんですけれどもオウム真理教のオウムでございますでオウム真理教のオウムっていうのは古代サンスクリット語の宇宙の始まりという言葉で,でそれが日本に伝わってきてアウンになったつまりは神社の門の前にいらっしゃる狛犬っていうのは宇宙の始まりと終わりを示してるんだってことなんですね。 つまりは、神社参拝を行う、神様の門に入るっていうのは、そういった宇宙の始まりと終わりにつながるような神聖な儀式という象徴と言えるわけなんです。ちなみにちょっと、もうちょっと面白い話をしますと、もともとそういった古代サンスクリットで、あーんって言ったような神聖な音の言葉があった。これ西洋の方に伝わって何になったのかと言いますと、 アーメンです。アーメンです。もともとは、オウムアーメンそして、アウンこれは、宇宙の始まりのめでたき音ということです。ちなみに、日本の古文献の一つ、ホツマツタイにおいて、宇宙の始まりの音は、アウンんです。アウンんです。あうワです。だから、なんかこの辺は共通しているというか、シンクロしているところがありまして、アウワと言います。 まあ、全部、あうはおうむっていう感じです。まあ、実際に宇宙の始まりっていうのはそういう音から始まったのかもしれないなというふうにしてイメージ、想像できるわけなんですが、要は、狛犬がアーとうの形をすることによって私たちは宇宙の根源とつながりますよっていう神社参拝っていうのは、そんな神聖なる儀式だということです。そんな思いを持って、 狛犬眺めてみると感じ方であったり神社参拝の心構え変わってくるんじゃないんでしょうか、まあ、ちなみにあれねこれ日本の独自の文化としてあとはもう狛犬っていうのを反転していったわけなんですけどもあの狛犬以外にも神様の使いとなる動物はいらっしゃいまして 京都にね、大豊神社っていう神社があるんですけども、ここの神社では、例えばコマネズミとか、コマザルとか、コマドリとか、いろんな神様の動物がいらっしゃいまして、こちらの神社、面白いですね。私も何度か参拝させていただいたことはあるんですが、いろんな動物がいらっしゃいます。まあ、音的に言いますと、コマ。 まあこのコマっていうのの漢字自体は中国語ではいろんな意味があってまあ神様の使いっていう意味含んでるんじゃないのかっていうのが一説もう一つはなんかこのコマっていう漢字は海外のとか外の国のっていったような意味があってまあ中国にとってみて元々はライオンっていうのはそういった海外の生き物だったことからこの漢字が付けられたんじゃないのかという話であったりしますただ日本に伝わってきてコマっていうこの音が この駒ですよね。と繋がったことによって、神様の使い、神様の駒としての生き物としての形態になっていて、いろんな神様の使いが神社の中で建てられているものもあるということでございます。ポイントは、あうんでございます。そう、駒犬が表しているのは実は宇宙の始まり。神社参拝は宇宙の始まり、根源につながるための儀式というお話でした。はい、今回は、駒犬の神秘というテーマでした。 あなたの開運をお祈りしております。がひかるでした